ちゃん、こんにちは。さあ、豊さん、はい、もう本当にオリンピックまであとね、もう残りわずかというふうになってきまして、うん、前回取った時にそのね、代わり中川投手が抜けて、代わりはじゃあ誰になるんだっていう話をしたりとかしてました、ね。まあ、そういう話はね、はい、まあ、世間一般にもされてる話で、プロ野球を見てるとさ、気になるな、全日本に選ばれてる人間が状態ですよね。状態、もう吉田正尚なんかもうすぐ連れて行こうみたいなさ、すごいですよね。鈴木誠也も調子上がってるしさ、はい、頼もしくは見えるよね、はい、頼もしく見えるんですが、一方でやっぱり不安な、まあ、投手、まあ、やる前はね、はい、みんな不安を持つんだよ、はい、でやったらさすがって言われればいいけどね、言われればいいんですが、あのソフトバンクの千賀投手、うん、あの稲葉監督もその2軍戦3戦見に行って決めたっていうふうにおっしゃってましたけども、あの前回のロッテ戦、うん、久々の登板で10、あの時10失点ですよね、はい、で今登録抹消されました、うん、で工藤監督もその本人がこう思ったような内容ではないと、体もでやっぱり抹消した方がいいんじゃないかっていうことで抹消になったと思うんですけど、これ豊さんどう見ますか。まあ、怪我明けでオリンピックに間に合わせなきゃいけないということがあって、まあ休止明けだったと思うんだよね、はい、おそらく工藤監督の頭の中では前半はじっくりやらして、まあ後半オリンピック明けに千賀が投げれる状態であればいいなっていうふうにおそらく思ってたと思うんだよ。だそれだけの大怪我だったからね、はい、でもまあオリンピックということもあり、そこの責任も感じながら、おそらく急ピッチで仕上げて、でマックスが158キロ出てて、はい、俺が気になったのは三振がゼロっていうことなんだよ、うん、で千賀って言ったらさ、はい、イコール三振じゃない、10失点する中でも一つも取れなかったっていう、うん、でまっすぐに空振りっていうのはレアードが1球空振りしたかな、でそのぐらいであとは全部バットに当たるんだよね、うん、で本当はかすらせもしないようなさ、はい、そういう千賀のピッチングっていうのは見てる人もこう想像したと思うんだけども、ちょっとやっぱ想像とはかけ離れてたよね。いや、そうですよね、うん、でもまあマックス158キロ出てるっていうことは、はい、まあいいのかなっていうふうに思ったけど、はい、でもピッチャー出身の、まあ、人たちが言うには、はい、やっぱ足首が悪いと前に乗っていけないんじゃないかって、うん、だからそこで立ち投げみたいにしてバーンと投げてて、はい、で立ち投げっていうのはさ、158キロ投げられても、まあ、確かに速いのは速いよ、でもそんな生きたボールじゃないんだよ、うん、やっぱ粘って下半身からガーンと持ってきてパーンと投げられると速いけど、はい、でもその粘りがなくなってるのかなって今はっていう風な話は聞いたんだよね、うん、ただこれオリンピックが実戦にもうなってしまうってことですよね。こうなるともう抹消で、まあそうだね、はい、まあ、まあ、壮行試合とか、はい、まあ、全日本がね、組んでる試合が何試合かあるから、まあ、そこでの調整登板は効くとは思うけども、はい、まあ、これがどうなるかね。これ、もしかしてこう、例えば入れ替えというか、例えば辞退とか、また新しい選手が追加とか、まあ、期間的なこともあると思うんですけど、その可能性ってありうるんですかね。まあ、なきにしもあらずだよね。まあ、出るのは名誉なことだし、まあ、千賀も、まあ、日本のエースじゃん、はい、選ばれることを誇りに思い、ただそこには責任があるっていうことは十分分かってるよね、はい、だからその事態という可能性もあるよね。調子が上がらなければチームに迷惑をかけるということを考えるとね、はい、それは十分に考えられることだけども、ギリギリまで判断は置いとくんじゃないかな。まあ、自分の状態ともうどうしようっていうところギリギリまでってことですよね。まあそうだよね。これ千賀投手が辞退するとなると、うん、まあ、もちろん追加で誰かが入ってくるっていうか、うん、ことになるんですか。まあなるなるなる、それなるよね。まあ、誰が一番こう有力なんでしょうかね。います、まあ、もうそこはね、みんな追加になるもうそこはもう詮索しないしない。いやいや、辞退したら、はい、誰だろうなっていう話はできるけど、はい、この前は悪かったけども、はい、千賀の力ってそんなもんじゃないじゃない、うん、だからその調整が効けばピシッといけるだけのものはあるからね、はい、だから、まあ、そこにはまずは期待して待っとかないとさ、まあそうです、もう誰なんだ千賀はもう1回投げて、ね、
もうあんな炎上しちゃったからダメだダメだ、それじゃあさ、あまりにも簡単すぎる決断じゃない。そうじゃなくてやっぱり責任持ってその調整をしてきて、まあ、そういう結果になったけどもね、だけどその足の状態、投げ方もう一度チェックをして元のパフォーマンスが出せるんであればね、もう千賀で十分です。もうそのまま握ってってことですよね。そんな中、はい、日刊スポーツさんが出てですね、7月のこれ10日月曜日の朝に、侍ジャパンのピッチャー陣の予想というのをどういう使われ方をするかっていう予想をしてまして、これまず、先発に、田中投手、森下投手、大野投手、この3名、田中、大野、森下、はい、この3名を入れてます。で、先発もしくは救援の方にオリックスの山本投手とソフトバンクの千賀投手を入れてるんですよ。このあたりは、いや山本は先発だな。あ、先発、うん、救援ではない。救援では俺はない。おー、で千賀も救援ではない、はい、あ、ではない、うん、ではない。それはそれはこの前の押し出しっていうのがあったりとかしたから、はい、そのコントロールがまとまってればまあいいけども、はい、でも俺はやっぱ先発に向きたいよな、それとマー君と大野と森下、はいはい、こぞって言えることが今年勝ち運がないんだよね、はい、まあ、全日本とはまた変わるとは思うけど、変わることは期待したいけど勝ち運がないんだよ。でマー君は本当にいいピッチングしてるんだよ、ゲームを作ってね、はい、でもやっぱり野手が打ってくれないとかさ、なんかこう点を取ってくれない。で大野もそうなんだよ、はい、最初に先取点をやって苦しんでるとか、森下もいいピッチングするけど勝ちに恵まれないとかさ、やっぱ勝ち運ってあるからね、その年の、はい、だからマー君が負けなかったぞ年っていうのは、はい、いくら何やったって負けなかったで、そういうやっぱ運っていうみたいなものもあるよ、だからその 3人っていうのはいいピッチングしてるけど勝ち運に恵まれてないという。それに対してやっぱ山本投手は勝ててますね。山本は勝ててる、ということはここを山本投手を入れてどなたか先発この3名を救援の方に回しても別にそれはいい、あ、全然全然できるよ。そうですよね、はい、で日刊、スポーツさんは青柳投手阪神の、はい、を第2先発というふうに。いや青柳は主戦だよ。あ、もう先発で。いや、やっぱ安定してるし、ボールが動くし、はい、ボールが持ち上がらないの。で、横浜スタジアムでやるときなんかもさ、はい、やっぱ狭い球場だから、うん、ホームランっていうのが一番怖いわけ、はい、で、青柳っていうのはやっぱホームランを打たれる率が低いもん、うん、で、大野っていうのは向かっていくだけにホームランを打たれる確率は高い、はい、そうなってくると、うん、やっぱ青柳っていうのは先発でローテーション入れた方が俺はいいと思う、うん、青柳は第2先発ではなくてってことですよね。いや第1先発、ね、おさらに、救援に関しては、日本ハムの伊藤投手、阪神の岩崎投手、そして、ベイスターズの山崎投手をこの3名を一応中継ぎということで入れてるんです、うん、この2人はいいよ。山崎康明 と伊藤、いや、あ、岩崎投手、うん、はい、はこれはチームでやってるからさ、まあ、ポジション的に、はい、でも伊藤はルーキーで先発しかやったことないんだよ、はい、それを中に入れるっていうのはやっぱ経験がいるって。あ、だ持ち合い持ち合いであるよ。そうですよね、特にルーキーですもんね。ルーキーでは先発しかやったことがないから、はい、俺はやっぱ先発だと思うよ。伊藤は、伊藤投手はこれはもう先発に持っていった方がいい。で、抑えを、まあ、平投手と栗林投手にしてるんですけど、これはもう、ああ、これは問題ない、これは問題ない、うん、お、ということはですよ、豊さんの中では、うん、先発っていうのは山本投手、うん、それから青柳投手、うん、で伊藤、日本ハムの伊藤投手、この3名、うん、で、まあ、ソフトバンクの千賀投手、例えば先発で入れておいて短いイニングっていう可能性もあるっていう、まあまあそうだ、ね、とですね、うん、ということは田中投手であったりとか森下投手、大野投手っていうのはこれは例えば9年、あ、俺はマー君は先発でもいいと思うよ、はい、うん、大野は怖いな、うーん、ちょっと向かっていく、ボールに力あるけどもさ、はい、やっぱ外国人相手だと力って弾き返されるからね、本当に、うん、そうですよね。だから森下なんかはリリーフで、うん、まあ、立ち上がりもそんな下手な方じゃないし、はい、だから
あのカーブっていうのも使えるだろうし、うん、まあ面白い存在になるなと思うけど、ね、ということはじゃあ田中投手はそのまま先発に置いといてってことですよね、うんうん、じゃあ大野投手をちょっとあれですか、救援の方に回しますか、うん、そうだね、うん、でその救援はあとは岩崎投手そして山崎投手、うん、で抑えは平投手と栗林投手、まあそうだねってなってきますよね。そうそう、結構ね、あの日刊スポーツさんとはガラリとまた変わりましたけど、抑え以外のちょっと苦しいけどねそうですね、いや苦しいよこれ。だけどやっぱり伊藤ってルーキーで経験がない、はい、そうだな、経験がなくてもまあピッチャーやってるら投げられるけどね、投げられるけど、俺はなんかこう伊藤は先発だなと思うけどね。で大野はそうだな、中に置いといた方がいいかなって思うけどね。で青柳はやっぱホームランを打たれる確率が低いって考えるとやっぱ先発でもいいかなって思う。なるほど、うん、ちょっとじゃあその救援と先発のあたりがちょっとシャッフルされるような形にはまあそうだね、なりますけれども、ね、これ難しいけどね難しいけど考えると楽しい。そうなんですよ考えると結構楽しいので、皆さんもぜひどの投手を先発、うん、中抑えにするかっていうのをちょっと組み立てて見て、まあそうだね、はい、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、はい。